藤井美晴の人生片道切符。こちらの放送は乗り鉄旅好き藤井美晴の鉄道の旅を中心にお届けします。皆さんこんにちは。乗り鉄列車の旅が大好きな藤井美晴です。よろしくお願いします。こちらの放送はですね、日本全国 JR 線の踏破を目指し各地を旅した写真に大好きなミュージシャンのアルバムを BGM にして編集したフォト動画の紹介になります。鉄道好きはもちろんですが、国内旅行や一人旅に行きたい方、観光地の写真を見るのが好きという方もどんどんコメントや DM ください。お待ちしております。さて、人生片道切符ボリューム92の旅は、北海道フリーパスで巡る北海道一周の旅6日目最終日。楽しかった旅もとうとう最終日。運休徐行区間を考慮しつつ、絶対に遅れるわけにいかない新千歳空港まで。今回の旅のきっかけとなった廃止決定の石勝線夕張支線、夕張駅の最後の姿を見て東京へ戻ります。2018年10月北海道フリーパスで巡る北海道一周の旅最終日スタートです。Thank you.
はい、2018年10月北海道フリーパスで巡る北海道一周の旅最終日、いかがでしたでしょうか。夢だった北海道フリーパス、念願かなって思う存分楽しんできました。地震の影響や天気、いろいろ予定外のこともあり、大満足の6日間になりました。一部未乗車区間が残っていますが、廃止前に行けるかどうかは微妙です。さて次回、2021年3月青春18切符で行く日本100名城6城目岡崎城になります。名古屋からの帰り道、お城へ寄ってきました。やっぱり桜とお城は最強です。楽しみにしててください。藤井美晴の人生片道切符、また次回の放送でお会いしましょう。